おはようございます、りょうすけです。今6時15分ぐらいです。で、今日はですね、長野県の方にですね、出張に行って、肩の痛みがある草野球人の方のですね、治療、あと動作指導の方にちょっと出張で行っていきたいと思います。これアウターアーマーのポロシャツなんですけど、アウトレットで買ったやつなんですよ。そう、だからめちゃくちゃお気に入りで使ってます。はい。その後電車で東京駅の方向かって新幹線乗っていきたいと思います。長野県到着して合流しました。めっちゃ来てるよ。初めてかな？初めて？違う。長野駅は初めて。すげえ、なんか YouTuber っぽくね。普通になんかさ、朝ごはんとか取るもんなのかな。はい。一応下にコンビニがあるんですけど。俺がね、何食べてんのみたいな、この前聞かれたから、普通に今日コンビニのおにぎり。そうだよね。あれか。こんな感じでやってます。はーい。すげえ。さて、この後はご飯ですか？ご飯です。おすすめのご飯は11時だとまだ人空いてない？ばっかかもしれないけど、それだったら意外と人いないかもしれない。お、何屋さん？ラーメン。ちょっとそこにラーメン屋さんある。とりあえずそこにラーメン屋さん行ってきます。長野県のおすすめラーメン。駅めっちゃ綺麗やね。そう。めっちゃ綺麗だね。これでかくね。やーどう。東京とかで来られちゃうと思う。すごいな、ね、でございます。いいすげえ。養老の滝の隣。味噌屋でございます。はい、この滝。あ、いけそう。やった、入ろう。すげえ。
俺じゃない。あー、またやりましょう。東京に戻りたいと思います。東京に戻って今ちょっと新幹線の ライブ今日やるのでちょっと時間を調整してご覧の皆さんにストーリーで告知をしていこうと思います。ちょっと今帰宅をしたので、これからちょっと軽く食事を作りたいと思ってます。すげえ失礼しちゃったんですけど、はい、ちょっと作っていきたいと思います。はい、今ちょっと食事食べ終わったので、それからちょっと片付けて、あと8時からはビデオ通話指導があるので、先にちょっと高校の方で先にやっていきたいと思います。はい、では今からビデオ通話指導していきます。このビデオ服はすごく2件目止まったので、この後ちょっとインスタライブに行っていきます。はい、ではちょっとインスタライブの方も初段落をついたので、それからですね、まあ、個別でアドバイスさせてもらっている方の LINE 返信の方をしていきたいと思います。ではこの後ちょっと10時半近いので、ちょっと今日のデータ集計の時とちょっとお風呂に入っていきたいと思います。ではちょっと一旦行ってきます。はい、今ちょうど LINE の返信スタートモバイルサイトの方ですね、シェイゴの方が見ている会員サイトモバイルサイトの方の動画の今それがアップロードし終わった感じになります。で、
と明日もですね、練習するぐらいではあるんですけど、ちょっと60ぐらいから、ちょっと動画の撮影があるし、ちょっとお腹いで始めたいと思います。まあ、今日は少し、ね、出張を長くのも出張してるところがあるんですけど、まあ、いつもこんな感じで、はい、行った時もあれば、ちょっと調子を対面の、なんかいつも行ってるんですかって心配していただいてる人もはいるんですけど、まあやっぱり、もうこの人なんで、契約療法士の先生のお世話になって、まあこれ活用したいと思いますので、まあ、好きで楽しくやっています。はい。なので、まあもしですね、あなたが悩んで、YouTube とか見てもなかなかうまくいかないとかもあるし、難しいし、挑戦とか言ってもなかなかっていう人の場合は、まあ、気軽に、まあ、ご連絡いただけたらと思います。まあ、ちょっとですね、お時間いただいちゃう可能性もあるんですけども、しっかりと、ね、あなたと一緒に頑張っていければと思っておりますので、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします。まあ、こんな感じで、ね、初めての取り組みというか、一日の流れだったんですけど、まあ、こんな感じで、また明日以降、頑張っていきたいと思っておりますので、はい、じゃあ一緒にまた明日も頑張りましょう。はい、じゃあ今日この辺りで練習してみたいなのをしましたので、100時から先生を頑張ります。ではまた、はい、すみなさい。